レオエクスプレス480系電車は、シュタッドラーフラートシリーズの5編成からなるチェコの車両形式である。5編成をチェコの鉄道会社、レオエクスプレスが購入し、2012年9月より、プラハウス・トラバ・ボフミーン間で運行している。すでに2010年10月には、レオエクスプレスが、インターシティ用、シュタッドラーフラートの電車5編成を、 スイスのシュタトラーレール社から購入する契約を締結し、プラハウストラバのルートに導入することが発表されていた。最初の編成が2012年3月に2012年12月までに全編成が納入され、まだ MC 測定中にあったにもかかわらず、運行可能車としてチェコ共和国に承認された。列車はハンガリーとポーランドで製造され、 2011年春に製作が始まった。設備の内装に重点が置かれ、2つのクラスやインターネット接続などが設けられた。車両は黒地に金と白のストライプが入った塗装となった。前後編成の価格は15億コルナを上回った。一席あたりでは、チェコ鉄道のペンドリーの680系が190万コルナだったのに対し、 本系列は126万コロナであった。入金は、定金理由に選ばれたクレディスイスが行い、返済は7年から10年かけて行われる。シュタットラー・フラート5編成のうち最初の編成は、ポーランドのシェドールツェで組み立てられ、車両番号は480.001から007が割り当てられ、2012年2月の最初に、レオエクスプレスに納入された。チェコ鉄道より、 これらの車両に480系の系列番号が与えられた。最初の編成には、チェコの車両番号480.001が与えられ、2012年5月22日にチェコに到着し、2012年5月24日に、チェルヘニツェ鉄道テストコースにて、公衆に公開された。2012年5月18日に、会社は次の編成を購入した。 2012年10月12日には、レオエクスプレス社の共用路線で、すでに試験運行を始めていた。各編成の車両の床は90%がホームと同じ高さである。また、国際運行対応編成は、狭い片開きのドアしかなく3両目は入り口のドアがない。すべての5両編成はトイレを3つ備え、うち1つは車椅子対応で、子供用の台を備えている。 洗浄方式は水洗式。車内は冷房付きである。一編成のうち4両はエコノミー車に該当し、車内に212席の布地椅子、ボルツァドコンフォルトを備え、配置は大部分が2プラス2列、2席が車椅子用で介助車用座席付き、5席がベビーカー用である。元々はノルウェーの列車のように、 進行方向に沿って回転する座席が考えられていたが、小コストの観点で、また清掃コストを安くできる、車両の側に固定された座席が採用された。座席の広さは4 5トルシートピッチは9 2トルで、収納可能なフットレストを備えている。座席のメーカーは、フリチョビツへのボルツァド有限会社である。収納式テーブルには、ノート用の枠があり、 アームレストと電気コンセントを備えている。2人席には3つの幅 50mm の肘掛けがある。一部の座席は4人用に配置されており、収納式テーブルの場所は中央のテーブルになっている。編成の1両目にはビジネスクラスがあり、河地の転換可能なボルツァド・コンフォルト座席19席からなり、主に2プラス1席の配置で、 シートピッチは1 0 2 5ト、mm、ル、幅5 0 0、mm、トル、高さ1 2 4 0ト、mm、ル、深さ4 8 2ト、mm、ルとなっている。各席の両側には幅8 0ト、mm、ルの肘掛けがあり、アクセサリー類も備えている。プレミアクラスは、転換可能なボルツァドエクセレント座席6席からなり、腰位置を調整可能、頭当てが柔らかい布張り、読書等付き、 横に折りたたみテーブルあり、曲がるフットレストを備えている。車内の情報システムとインターネットのインフラは、ノマドデジタル社によって提供された。システムは、実際の列車運行、発注、車内でのサービス電子決済の情報を提供する。中央放送アンテナと、車両中央にある受信機は、GSM、ANTS、CDMA、LTE の各インターネット回線に接続可能で、 列車中央にはイーサネットがあり、各車両の Wi-Fi アンテナと接続されている。編成の塗装は、コーポレートカラーの黒地に金色のストライプである。ありがとうございます。